はい、グッドモーニング、エブリバディ。9時になっちゃいましたね。起きるの遅いと朝は本当は短いですね。あっという間に昼になっちゃいますよね。次は、ちょっとだらけモードの気分もなぎから、石川さゆりさんのウイスキーは好きでしょう。まあ、彼女は同い年ですね。彼女のデビュー曲はとっても可愛かったですね。思い出しますね。かくれんぼいう曲でしたけどね。ウイスキーがお好きでしょう。もう少し喋りましょう。ありふれた話でしょう。それでいいの今は気まぐれんだ。知らないが二人を巡り合わせ消えた恋閉じ込めた。リハを開けさせたのウイスキーがお好きでしょう。この店が似合うでしょう。あなたは忘れたでしょう。愛し合ったことも。See you next time.